ミハエル・ヨン・ライチハーは、オランダ・アムステルダム出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは DF。2019年より、アヤックス・アムステルダムのアシスタントコーチを務める。しばしば、レイジハー、レイツハーなどとも表記される。また、名の、ミハエルはオランダ語でも正確には、マイケルと発音される。1990から91シーズン。 アイアックスはムステルダムにてトップチームデビューを果たしプロキャリアをスタートさせた。当時は右ウィングだった。デビューから最初の2シーズンはほとんど出場機会をもらえず1991から92シーズンにクラブは UEFA カップを制しているがライツイハー自身は全く貢献できなかった。そこで3年目の冬の遺跡市場で FC フォレンダムにハーフシーズンのレンタルをした。 しかし、フォレンダムでもレギュラーに定着できず、翌1993から94シーズンに、再びレンタルで FC フロー人間に移籍し、初めてフルシーズンをレギュラーとしてプレイし、34試合に出場して6得点を記録。十分な結果を残してアヤックスに復帰すると、当時、アヤックスの監督だったルイス・ファン・ハールは、ライチハを一列後ろにコンバートし、 右サイドバックのポジションを与えた。この変化が功を奏し、当時人材不足だった右サイドバック問題を解決すると同時に、ライズハー自身もこれからのキャリアにおける重要なターニングポイントとなった。フロー人間からアヤックスに復帰した2シーズン後、イタリアの名門 AC ミランに移籍した。ミランは毎シーズンのセリエ A を優勝していたため、当然今季も優勝候補と見られていたが、 シーズンを11位でフィニッシュ。ライツハーもリーグ戦わずか10試合の出場に止まり、その様子を見かねたファンハールは、アヤックスでの成功期に就任した FC バルセロナに、ライツハーを呼び寄せた。1997年、あとに7年を過ごすことになる FC バルセロナに、移籍した。加入1年目からレギュラーに定着し、バルセロナでの初年度は、リーグタイトルに加え、コパデルレイ。 UEFA スーパーカップという計3つものタイトルを獲得した。2シーズン目にはフルスアヤックスの同僚だったパトリック・クライファーとロナルド、フランク兄弟がバルセロナにやってきた。彼らと共にライチハーモチームの主軸として活躍し、リーグに連覇を達成した。しかし、翌1999から00シーズンは無冠に終わった。2004年にバルセロナを退団後は、 1>, 1シーズンミドルズブラ FC に在籍。2005から06シーズンから2シーズンは PSV、アイント方編でプレーしていた。現役引退後は指導者の道を歩み、2017から18シーズンよりアヤックスアカデミーの監督に就任することが発表された。1994年 UEFA ユーロ9 6予選のノルウェー戦でオランダ代表デビューを果たした。 この初招集以降ポルトガルで開催された UEFA ユーロ2004までの10年もの間、長らくオランダの右サイドバックにおけるファーストチョイスとして活躍した。この10年間で3回のユーロと一度のワールドカップに出場した。また、ドイツ代表との親善試合にて自身唯一の代表ゴールを挙げている。ユーロ2004終了後、オランダ代表から退くことを決めた。 代表出場数は72試合だった。その後、2008年に代表復帰を考えたが、当時の代表監督、マルコ・ファンバステンから不必要と判断され、代表復帰の話はなくなった。ありがとうございます。